国母里氏は、浦和競馬場所属の調教師、東京都出身。調教師となる前は、浦和競馬場、村田隆弘厩社で調教師補佐を務めていた。2005年3月31日付で調教師免許を取得。初出走は、2005年7月18日浦和競馬、第9競争。初勝利は、同年8月8日、浦和競馬第1競争。 2007年、開業3年目で、浦和開催リーディング2位の好成績を収める。2008年10月15日、浦和、埼玉栄冠賞を、クレイアートビューンで制し、重賞初制覇。2012年12月10日、浦和競馬第11競争主クラメンと区別を、かやド元姫で制して、年間勝利数を113勝とし、南関東地方競馬の調教師、 年間最多勝記録を更新した。同年は最終的に年間勝利数を131まで伸ばし、初の南関東リーディングトレーナーとなった。2013年1月18日、浦和競馬第10競争校の寿司、産業間交換ひなの里賞を当選王子で制し、地方競馬通算400賞を達成、さらに同年12月24日、浦和競馬第7競争、 フロンティア・ジュベナイル特別をパンパカパーティで制し、地方競馬通算500勝を達成した。同年は113勝を挙げ、前年に続き南関東リーディングトレーナーとなった。2014年11月26日、ソノダ・兵庫ジュニアグランプリをジャジャウマならしで勝利し、ダートグレード競争初制覇。同年は、 自身が持っていた南関東の調教師、年間最多賞記録を更新する132賞を上げ、3年連続で南関東リーディングトレーナーとなった。同年のナーグランプリでは、初となる最優秀賞金習得調教師賞を受賞するとともに、管理場2等が、それぞれ2歳最優秀母場、最優秀短距離場に選出されている。二千十五年、ラッキープリンスで、 東京ダービーを初制覇。同年7月15日浦和競馬第10、競争白子馬と、賞 A2 バイト1特別戦を、上ラプターで制し、地方競馬通算700勝を達成した。同年のナーグランプリでは、前年に続いて最優秀賞金、習得調教師賞を受賞するとともに、管理馬2頭が、それぞれ2歳最優秀ボバ、3歳最優秀ボバに、選出されている。 2016年11月29日大池は第2競争をアンジュ・ジョリーで勝ってこの年の南関東地区での勝利数を133都市自身の持つ南関東地区年間最多勝記録を更新したこの年は南関東地区での勝利数を最終的に143都市5年連続で南関東リーディングトレーナーとなったナーグランプリ2016では 最優秀賞金収得調教師賞を全2年に続いて受賞。2017年8月18日浦和競馬第11競争不要特別をビットアリエスで制し、地方競馬通算戦勝を達成した。2019年11月4日、地元浦和開催となった JBC スプリントをブルドックボスで制し、ジャパン1発制覇を果たす。当選。 エスティの冠名で知られる、島川隆也の所有場が数多く予託されている。この欄の出展、ありがとうございます。